はい、はい、ということでですね、はい、今ツイッターなどで結構バズり始めているらしい、はい、バナナジュースですね。そんなバナナっていうお店が八丁堀に本店がありまして、はい、ありまして今日来ました。来ちゃいました。来ました。はい、いただきます。いただきます。いただきます。うん、うん、濃厚だ。めっちゃバナナ。めっちゃバナナ。あやぴのがココアで、すごい美味しい。あ、そう、これがバナナジュースにココアトッピングです、うん、私のがバナナジュースに宇治抹茶トッピング。おー、めっちゃ20種類。めっちゃ美味しい。あ、そう、20種類くらい種類があって、美味しさに感情が抑えてごめんごめん。めっちゃ種類あって、トッピングがね、量がもう半端なかった、うん、めちゃくちゃ迷った。で、なんかね、組み合わせ次第ではもうほんと無限のバナナジュースが楽しめる感じだったので、今日平日なんですけど、それでも結構混んでますよね。並んでて、もう土日とかまた混み始めそうなので、うん、ちょっと皆さんバナナ好きな方はこれたまらない、うん、ほんとバナナだ。めっちゃそのまんま、うん、なんか20分以内に、あ、そう、賞味期限が20分以内らしい、ね、めっちゃ美味しい。あー、美味しい。めっちゃ美味しい。あ、本当にすごいね。でもどっちもバナナめっちゃ感じますよ ね。そう、なんか正直バナナあんまりそんななんか好きでめっちゃ食べるってことじゃないから、うんうん、どうなんだろうって思ってたんだけど、え、マジで美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。すごい、ちょっと感動してる、うん、で皆さん、あとは疲労とかにもあるらしくて、吉祥寺とかにもあるみたいです、うん、で、あとは沖縄に2店舗あるらしいので、ぜひ沖縄の方も東京か沖縄にあるらしいので、はい、ぜひ皆さん近くに行ってみてください。はい、ということで今日はここまで。バイバーイ。